どうも、浦迫です。というわけで、ジョバンニドリームギグ出演者紹介よいしょ。さあ、ジョバンニドリームギグなんですけども、私もいろいろ経緯がありまして、一緒に出演させてもらうことになったんですけども、私正直皆さんのことは、すいません、ファンの方にも申し訳ないですけども、すいません。マジっすかくっそ。よう考えて、53のおじさん。ファンの方にはね、その年代の方もいらっしゃるかもしれないけど、僕どうしてもそういうね、アイドルの追っかけとかをしたことがないので、わかんないですよね。皆さん今何チームいてんの？3チーム、はい、どれとどれがペア？自己紹介しちゃっても大丈夫？そうだね、自己紹介お願いします。はい、じゃあ僕が4年2組っていうグループの4年2組、はい、リーダーです。カンゴと申します。はい、はい、メインボーカルのレオと申します。はい、4年2組のたけしって言います。ライブではちょっと宮迫さんの前で言うの恐縮なんですけど、コントを考えさせていただいてます。ああ、素晴らしい。よろしくお願いします。全員で9人あ、9人もいてんねや、はい。で、年齢は大体平均年齢どれぐらい？平均は、僕以外は20代です。僕以外は？はい。36です。えぇ、ー、休みと…僕の2個下です。1個下ぐらい。1個下ば。わかっ。ねえ、いや、なんとなくですよ。はい、一番そばにおるから、20代って言った時に、ん36なんや。36です。なかなかアイドルとしては高年齢だね。確かに。歴はどれぐらいあるんですか？10年。10年か。なかなかアイドルとしては下積みが長い方になるのかな。そうなんですか。まあ、アイドルなんですかね。ちゃうの？エンターテインメント集団みたいな。そんな感じ。そうです。なるほどね。ええ言い方してる。ありがとうございます。どこにでも触れるさすがに。エンターテインメント集団っていうね。さあ、続きまして。はい。はい、私とここが、あ、俺、こっちが違うよ。そう思いました、そう思いました。ちょっと紛らわしいんですけれども、まずこの2人と、もう1人メンバーいるんですけど、女子独身クラブという。女子独身クラブ、はい、うち、いかがわしい。ほんまに、なんかのサイトとか出てきそうだ。でも過去に一度、大塚でイベント出させてもらった時に、大塚で、はいはい、そう、南海店にするなんか、お客さんがね、ちょっと勘違いをされたおじさんが、なるほどね。メインボーカルの高橋さん、はい、また警察会社でまた竹野内里香です。そやんね、お久しぶりです。久しぶりです。そうそう、彼女もらいっすね。そうそう、彼女発信で僕は出ることになったので。そうなんですよ。普段は3人組でやってるんだ。はい。で、まあまあ、警察官、元警察官のキャラクターです。はい。彼女はどういう設定？私は、設定はパラシュートかなんか。予備パラシュートとかじゃないの？イメージは、神様のイメージ。神様神様、独身なんです。神様、独身やから神様のイメージ。何もイコールになる。パラシュートの上行きましたね。神様より。オリンポス。オリンポス。オリンポスの神々みたいなことでしょ。はいはい。岩さんみたいな存在になりたいんです。岩さんは何でしょう。何なの、最終的には止まれこそって。そっちの方だね。副業の方岩さんみたいな、まあ要はその神秘的なというか、神々しい存在になりたい。そうです。伊達屋警察官、もう一方いらっしゃらなかった。もう一方は盛り上げリーダー。盛り上げリーダー、急にただの人。急にただのポンピー。役職上げてください。神のような人。とんでもないです。盛り上げリーダー、とんでもない盛り上げリーダーがいてる。はい、もう全身タイツで。全身タイツで、ここに白鳥つけて。ここに白鳥つけて踊ってます。ただのおもんないやべえやつや。大丈夫？踊ってます。ほんまに誰コンセプト考えてるの？マネージャーさん大丈夫？まあそういうコンセプトでね、それぞれキャラクターを持ってやってらっしゃるということで分かりました。はい、さあ最後、彼女は一人ですけど、はい、実は先ほど紹介したエリちゃんとリーちゃんを、そう、私と13人、合計13人のグループで、刹那というアイドルグループを。あ、どういうこと？3人グループが、その10何人の中にも入ってるということですか？はい、です。なるほどね。そういうグループです。
あのそのグループの彼女。はい、私が刹那の日経上でやってます。はい、刹那の日経上。全部カタカナでした。今読めました今。刹那出てた。お願いします。それどせ刹那ってあの刹那。はい、13人グループでコンプレックスを武器に戦うアイドルグループでとして活動しております。コンプレックスを武器にするのは基本的に芸人さんなの。確かに。もアイドルの中でもね、いろいろコンプレックスある方いらっしゃいますから、それを逆に武器に変えて、はい、素晴らしい。素晴らしいね。イケゾってのあ、私実はあの3月まで働いてまして、去年の3月。はい、そのまではシステムエンジニアとして。システムエンジニア、はい、それはどういうやつ？あのソフト開発をしてて、はいはい、Java でコーディングをしてたりとか、あの設計書書いたりとかしてました。アイドルは昔からなりたかったってこと？アイドルというか、この夢教育っていうところをしていきたいなが元々始まりだったんですけど。夢教育、はい、なんかこの夢を見つけるところのサポートと、その見つけた後のこうどういうことをやっていきたいかっていうサポートをしたいなが始まりで、はいはい、元々はアプリを作って、その実際にこの使ってほしいなと思ったんですけど、無名の人が作っても意味がないと思った時に、あ、じゃあどうやって宣伝していこうと思った時に、自分が実際に広告塔になればいいなっていうふうに思ってアイドルを決めました。なるほど、自分の道しるべになるために、はい、素晴らしい素敵な志だと思いますけども、さあそんな皆さんですけども、武道館ですから、はい、やっぱりもちろんね、あの立ったことはないと思いますけども、歴代それこそ初めてそのアーティストとして立ったのはビートルズですからね。ビートルズが歴史を変えて、そこから言うと、もともとはもう武道の神聖なる場所ですから、あの音楽をやるなんてもってのほかと言われてる場所で、ビートルズが歴史を変えて、そこからもう超有名な人たちが立ってきた、そんな場所でございますので。武道館に立つまですごい苦労されてるストーリーがあるんですよね。これはその事務所さんと共にみんなで武道館まで歩んできたってことですか？そうですね、この武道館決まった経緯は、あの2022年9月から2023年9月の1年間で、あの1万5000人の署名活動して、あの応援団を集めたら、あの主催ライブを公演するっていう挑戦をしたんです。それはもう出演者全員で署名活動をしたんだ、はい、あの毎日路上ライブで、はいはいはい、まあ、大体1日平均8時間か10時間ぐらいで、長い時はそのさっき言ってた盛り上げ隊長は6時8時間出たりとか、その白鳥つけて白鳥つけてそう58時間、はい、で、とにかく一人一人にカウントサイトを作って、でリアルタイムもう何人の応援が集まってますっていう風にして、それを集めて358日目でなんとか達成して、それで、あの武道館を取ろうっていう、中にはお前全然署名集めてねえよなみたいなやつも出てきたからね。すごい活躍するやつって今のお前全然集めてないよなそんないざこやさんもいろいろありつつあったんだありますよね大所帯ですから。まあそうですね、そりゃね、なんなんこいつみたいな俺ばっか声かけてちなみに誰が一番ダメでしたじゃあなあの、わからへんで、初対面で性格もわからへんけど、バッと見た目、なんとなくそんな感じでそんなことないそうですか、有名ある沖縄福岡です。福岡、やっぱりそっち、ね、あ、南です、ね、顔がね、南やもんね。わかるんですよ。いや、わかんない。ほんで、ね、ちょっとあの沖縄感があったから、あの、なんかわかんないけど、俺の知ってる沖縄のやつって、大体そういうやつ多かった。なんかマイペースな感じ。そう。でも、みんなで協力して、ね、そうですね。そして武道館に立てるということでね。すごいですね。この本気で挑戦した無名なアーティストでも、あの武道館に立てるっていうのを実現したくて。素晴らしい。だからあのこの動画を見ていただいて、僕のファンとかもあのファンとかでない方も、あのみんなの努力で武道館出しますから、ぜひね、その努力の結晶の武道館の舞台をあの見に来ていただきたいなということですもんね。はい、はい、頑張りましょうよ本当に。もう決めて、うん、でも実際その満員にまだソロだとなってない。はいはい。で今何人なの、キャパっていう。キャパはもう1万か1万5千。なるほどね、なかなか
集まらんよ。いや本当に、はい、現実は厳しいなっていうのはあるんですけど、ぜひ本当にあのなんとか皆さんできればあの埋まっていただきたいですし、盛り上がっていただきたいのでね、もう絶対これを前にして、うん、やっぱりこの来てくれた人に、あ、俺でもこういう夢目指せるんじゃないかっていうのを、うん、あの少しも感じてほしいなっていうのがやっぱり一番あるんで、ね、まあ、あのいろんな騒動があって僕でもあの立てることになりましたもんね。本当にこう本当に豪華なゲストさんも皆さんも、そんな気はなかったんですけどね。流れ上ね、はい、なりましたけども、あのライブで正式にちゃんと歌うというのがね、あの初めてなので、僕もちょっと楽しみだし緊張もしますし、他のゲスト豪華、うん、はいはい、そこだろ、ポケモンの松本梨香さん、そうね、とかゲットだぜ、今めっちゃバズってる虹色頑張るズマさんとか、ズマさんもうすごい方々出るので、ぜひぜひ、ね、ポケモン何歌やん、何歌、ポケモンゲットだぜ聞けるんですかね、ゲットだぜ聞けると思います、ゲットだぜ、それ勝つの、それ勝つの、それでもトータス違う、松本違いです、松本違いです、まあまあいろいろありますけども、皆さんもあと3週間、はい、それぐらいしかないですけども、まだリハーサルとかもまだね、はい、始まっていませんので、はい、武道館に慣れつつ、ちょっと大いに盛り上げていきましょう。はい、はい、はい。はい、というわけで、最後あの、はい、それぞれ PR していただきたいと思います。めちゃくちゃの。はい。僕、中卒なんですけど、中卒でも、あの本気でやれば武道館立てるっていうのを証明するんで、ぜひ、ちょっと来てください。よろしくお願いします。お願いします。はい、僕4年2組で最年少22歳なんですけれども、一回も社会人経験ないんです、はい、なんですけど、武道館立てるんだぞっていうのをちょっと証明するために頑張ってるんで、ぜひ皆さん来てください、ありがとうございます、はい、社会人経験ゼロです、ゼロなんだけど武道館は立てるよ、いらないよって、うん、ちょっと、なんかもやっとはするけどもやっとかな、あれまあ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 ね、そんな自分でもずっと音楽をやり続けてきたので、そうなりました、はいはい、自分は歌経験はないんですけど、はい、今まで4年に組に入る前ではなかったなかったけど、でも本気で武道館立ちたいと思ったら叶ったんで、もうこれ見てる未経験の方、もうやる気と根性さえあれば立てます、そのでもその署名あんまり当たらないそうか、流れに乗れば出るんですか、それ以降の頑張りはもう恐ろしいです、あ、そう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 、頑張れてない人になった、否定しないで、否定しないで、そろそろ否定して、そうやな、そうそうそう、うせやな、一回否定します、そんなことない、そんなことないそんなことない、そんなことないです、わかりました、希望になります、よろしくお願いします、お願いします、はい、はい、めちゃくちゃ頭がポンコツなんですけれども、頭がポンコツ、頭がちょっとポンコツで、だけど活動10年私も続けてきて、10年ポンコツのまま、はい、本当に友達もいないんですけど、そんな私でも日本武道館で楽しく輝けるよっていうところを、あの同じ気持ちの人たちに同じ勇気を持ってもらえるように、ちょっと理解生ですよ、はい、わかるよ、あの頑張れば自分だって立てるんだってこう見せたいってわかんないけど、出てくるワードがどうもなんかおかしなものが多い10年ポンコツなわけポンコツで友達もいない私のような人だと思ってわからんけど、あのいろいろね悩みを抱えてたりコンプレックスを持った人でも頑張れば立てるんだよっていう、あのそうね、ポンコツっていうのはあの導入からずっと分かってました、ね、ありがとうございます、そんな自分たちでもこうやってね、はい、あの結束を固めて頑張れば出れるんだぞということを言いたいということね、はい、じゃあ、はい、私は28歳で遅いアイドルスタートとなって、うん、でアイドルやる前はダンスも歌もやったことがなかったんですけど、なかった、やったのは警察官やったんですね、はい、警察官やってたんですけど、うん、そんな私でも人間何かを始めるのに遅いことはないぞっていう希望になれたらなと思ってます。3月6日みんなで楽しく大成功させたいので、ぜひ来てください、よろしくお願いします、お願いします、もうお願いします、今のはもう一人残してるのに締めやった、そうですよね、今はもう彼女で終わらそうとしてる、潰し合いね、潰し合いずっと横で私いるんだ、すいません、じゃあ最後お願いします、はい、せつなは実は先輩方と違って1年
あれちょっとしかまだ活動ができてないグループなんですけど、一番若手、あ、そう、一番若手のグループなんですけど、うん、先輩たちに負けずに全力で挑んでいけば1年わずかでも舞踏会に立つことができるんだぞっていうことを、証明できましたので、皆さんにも、ぜひ勇気を持って行動をしていく力になりたいなというふうに思ってます。ぜひ舞踏会ライブ、購入お待ちしてます。素晴らしい。より緊張しちゃった。ごめん、より緊張しちゃった。私置いてかれた。置いてって入ってます。でもね、いろいろ本当に言い方はそれぞれやったけど、やっぱそれぞれみんなね、もう世の中の人たちでやっぱコンプレックスをたくさん持ってる方はいらっしゃるし、夢も持てずに何していいかわからんままずっと自分の殻に閉じこもってるような人たちでも、こうやって武道館にみんなで頑張れば立てるんだよっていうのを本当に見せてくれてるので、ぜひ実際に、ね、そういうふうに思ってる方も彼女彼らを見に来てほしいなと思います。まあ私 もう53歳ですけども、もう次3月で54歳になりますけども、まあいろいろあって、まあご存知かもしれませんけども、いろいろあって、人生どん底になってももう一度また武道館に呼んでいただけるというのは僕にとってもすごく希望なので、そういったみんなのパワーを結集してやるライブなので、ぜひ皆さんお越しください。行きましょう、せーの、よろしくお願いします。待ってます。待ってます。